1808年のライン同盟1812年のライン同盟ライン同盟は19世紀のドイツにおいてフランス皇帝ナポレオン一世の圧力により成立した国家連合である1813年に起きたライプツヒの戦いでナポレオンの敗退と共に解体したライン連邦とも訳される1806年7月12日 フランス皇帝ナポレオン一世の圧力により、新生ローマ帝国内の全ドイツ諸公は、名目だけ存続していた帝国を離脱して、フランス帝国と同盟し、ライン同盟が成立した。同盟は、ナポレオンを名手とし、大司教ダールベルクを総裁としたフランス主導の国家連合であった。ライン同盟には、1808年の最大期には4つの王国、 5つの大公国、13の公国、17の公国、3つの自由都市が加盟していた。公式には同盟という台頭の名称であるが、その実態はフランスの従属国というものに等しかった。国家連合内では法令はすべてナポレオン法典が使用された。国家連合自体の力は脆弱で、ナポレオンに援助した総兵力はわずかに6万人ほどだったという。 ライン同盟規約の第27条は、帝国郵便を経営するトゥルンウントタクシス効果の郵便事業権を保護した。ナポレオンとは、幾重にも交渉がなされていた。1815年のウィギン会議により、ドイツにはオーストリアを名詞とするドイツ連邦が成立した。以下は、アルファベット順。ありがとうございます。